どうも、天津一葉です。今日の企画は一蘭食べ比べです。じゃーん。今日の企画はじゃーん、一蘭食べ比べです。ということで、一蘭、皆さん好きなラーメン屋さんはありますか？私は一蘭さんが大好きなんですけど、一蘭さんの今売ってる一蘭さんのカップヌードル、袋麺、私これは食べたことあるんですけど、これも即席中華麺の3種類ですね。3種類が売られていて、なので今日はこの即席カップ麺、即席中華麺、油揚げ麺ですね、こっちは、と即席中華麺、これは何だろう、麺、この3つを食べ比べていきたいと思います。まずやっぱ一番簡単に作れるんで、カップ麺からいきたいと思います。これは熱湯4分ですね。まず蓋を矢印まで開きます。開いて、お土産一覧の中で、に売っているカップラーメン、即席麺の2種ですね。です。これがノンフライ麺ですね。ノンフライ麺。のカップ麺から作っていきたいと思います。半分開けると、ここに A 後入れスープ粉、 B 後入れスープ液体とありますので、これこれ全部出して、この1000まで 440cc 入れます。ということで、もう全部中身を出して、お湯を1000まで入れて、ここに温めておいて4分待ちます。全然映ってなかったですね、お湯入れてるとこ。ちょっと多分もうかなり経ってるんで、3分半測ってきます。で、これちなみにこのカップは後入れスープがこれ2個ですね、ついていて、で、これノンフライ乾麺ですね。で、こっちのお土産一覧は、これは即席中華麺で、これ乾麺のストレート麺のタイプです。で、こっちは即席中華麺で、油揚げ麺の油揚げ麺の麺です。はい、ということで、なんかカロリーは1食カップだと471で、この乾麺だと461キロカロリーで、油揚げ麺だとちょっとやっぱりカロリーが高くなってしまって583キロカロリーとなっています。はい、ということで、この3つを食べ比べていきたいと思います。ラーメン3食食べれるのかな。この秘伝のタレが、そう、秘伝のタレがこれプニプニなんですよね。で、私これ前食べたことあるんですけど、このこっちのストレート麺はこの麺、ストレート麺にスープと、この秘伝のタレが粉なんですよね。粉の秘伝のタレがついてます。で、カップだとこれがなんと液体なんですよね。こっちも開けちゃおう。あ、すごい、このこっちだとめちゃくちゃ油揚げ麺の匂いがします。油で揚げた麺の油揚げ縮れ麺ですね。縮れなんですね、これは。縮れ麺に
私が食べたらいいです。スープとこれもスープと粉の赤い秘伝の粉ですね。粉、こっちは粉なんですね。さあどうぞ。ついてるのはカップ一覧だけです。で、秘伝の粉はね、秘伝の粉だけで持ってるんですよね。4分経ちましたので、これを開けて、あえて具材は入れておりません。具材がないですね。何もないラーメンです。うん、まず後入れ粉末豚骨スープを入れます。A、後入れ豚骨スープ液体にですね、入れます。入れて混ぜます。あ、美味しそう。いただきます。いただきます。美味しいです。いつもなんですけど、箸の持ち方がね、ちょっとスプーンにすればよかった。うん、あ、怖い。ということで、そろそろ秘伝のタレを入れていきます。おお、秘伝のタレです。ちょっと沈んじゃったんですけど、見える？おお。うん、一覧です。やば。Thank you.
なんかお店の一覧みたいに下になんか書いてあるわけではなさそうなんですけど、でちょっとスープはこんぐらいで、でもね、もうスープがめちゃくちゃ美味しいです。この美味しいです。うん、ちょっとお腹いっぱいなんですけど、せっかくなんで次は細麺ちょっと食べたことあるんで、次こっち作ってみたいと思います。ちょっと移動も含め、でもどれもなんですけど具とかが入ってないんで結構ねいっぱい食べれる気がします。これは油揚げ麺のラーメンです。いただきます。ちょっと熱いんでお皿持ってきました。なんで秘伝の粉を入れていきます。じゃん、こんな感じです。お腹いっぱいになってきちゃいましたね。ちょっとお腹いっぱいになっちゃったんで、これの分はちょっと後日で
試したいなと思うんですけど、このストレート麺はちょっと後日試したいなって思うんですけど、一応これ私食べたことがあって、なんでこの3つの中でどれが一番美味しいかなって考えたんですけど、なんかね、これはちょっと油っぽいですね。やっぱ油揚げ麺であるからこそなんですけど、油っぽくて、で、なんだろう、こっちもこっちもなんですけど、あ、これとこれだったらこっちの方があっさりしてると思います。ただ油揚げ麺だからこそなんですけど、もちもちしてて、もちもちしてるのはこっちの方がもちもちで美味しいですね。ただこの2つに関しては、あの秘伝の粉が粉なんですよね。なんでなんだろう、一味っぽいなっていう印象を受けました。なんでやっぱりカップラーメンは秘伝のタレがタレなんで、なんかこれはやっぱりなんか秘伝のタレだなって思う。ちょっとよく分かってない、秘伝のタレだなって思わせてもらえて、でこの乾麺で言うと、どっちも乾麺なんで美味しいんですけど、このスープのこのなんて言うんですかね、これも大体なんか今さっき作った縮れ麺の方と一緒なんですよね。とお湯に麺入れて、その後にスープ入れて、でそして最後に粉をかけるって、あの辛みを増すっていう作り方だったんで、そうですね、これも美味しいんですけど、やっぱり手間とかを考えるとカップラーメンの一覧が一番、まあ、楽ですし美味しいかなって私は個人的には思いました。でそれとやっぱり秘伝のタレが一番やっぱり、タレとしてやっぱり秘伝のタレなんで、なんか秘伝の粉も美味しいんですけど、やっぱりタレの方が美味しいなって個人的には思ったので、私の中の一覧3種の中の1位はやっぱりカップラーメンかなと思いました。はい、以上です。これも美味しいですね。これもすごい私の中では、なんだろう、縮れ麺、なんか油揚げ麺ってやっぱり油揚げ麺のちょっと匂いがしちゃうので、ストレート麺はちょっと手間ですけど、これやっぱり単価も1個あたりの単価がこっちの方が安いので、カップラーメンより安いので、これはこれでちょっと手間をかけてもいいって方にはおすすめなのかなと思いました。いや、まあでもかといってね、どれも美味しかったですね。どれも美味しい、どれもやっぱりね、もらえたら嬉しいなって思います。なんかね、なんだろう、ホワイトデーとかそういうプレゼントとかになんか結構やっぱみんなラーメン好きだと思うので、もらえたらすごい嬉しいものなんじゃないかなと思いました。この部屋が今すごいやばいくらいラーメン臭がすごいですね。豚骨ラーメンの香りで包まれてます。はい、博多弁で福が多いこと、福か多かと言います。受け取った方にも渡した方にも幸せが届きますように。一蘭のお土産商品は笑顔が広がる福岡お土産です。ということでね、一蘭の味を家でも楽しみたい、そんなお客様の声から生まれた一蘭のお土産、昭和35年の創業以来、より美味しい味を求め研究し続けてきた職人の経験と技を凝縮させた一品です。専門店ならではの味わいはそのままに、手間なく簡単に作れる手軽さを追求しました。ご家庭の日々の食卓に、旅行の思い出に、そして大切な方へのお土産に、一蘭のこだわりをお届けいたします。ということでね、いや美味しかったです。はい、幸せな気持ちになれましたね。よかったです。でもね、一蘭の広告じゃないんですよこれ。全然ただただ私がやりたくて一蘭食べ比べしちゃったんですけど、あの一蘭のカップヌードルって500円ぐらいして、でお持ち帰りのやつもやっぱり1食400円ぐらいがするんですね。でこれにやっぱりちょっと、まあ、できればチャーシューとネギとか入ってたらいいなって思っちゃうところがあるので、やっぱりお店はお店の良さがあるかなって思いました。でもなんだろうな、カップラーメンにネギとチャーシュー入れるとプラス200円ぐらい、700円ぐらいで、その近くで食べれる、家の中で、家からほとんど出ずに食べれる、家から出ずに食べれる、コンビニで買えますよね、チャーシューと。チャーシュー200円ぐらい、チャーシュー200円ぐらいとネギ100円ぐらいを
コンビニで買うとしたらなんか結構やっぱいいのかなって思いました。うん、なんかやっぱ一蘭行くと結構並んでたり混んでたりするので、コロナの中でもねこの味集中カウンターはまあ素晴らしいものだなとは思うんですけど、そうだね、カップラーメンはすごいなんか量少ない、多分他のねカップラーメンとかがすごすぎるんですよね。なんか日清さんとか、まるちゃんなんだっけ、まるちゃんのところとか、なんかそういうところのやつって量も多いし美味しいじゃないですか、ある程度。でもそれに比べたらやっぱり量は少ないしお腹いっぱいにならないしってなるのかもしれないんですけど、なんか一蘭が食べたいなーって、美味しい豚骨ラーメンが食べたいなーってなった時にはすごい私的にはいいかなと思いました。うんうん、あでも私作るのとかそんな好きじゃないんで、はい、カップラーメンが、カップ即席麺が良かったです。あんまり参考にならなくてすみません。そうですね、美味しかったです。まあ皆さんのね参考になったら嬉しいなと思います。この動画最後まで見てくださってありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、その他 SNS のフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねー。だらくだらくだらく、だらくだらくだらく、だらく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 。